こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の中古商品を出品する場合ですね。これについてのお話です。商品状態は文書じゃなくて、写真で分からせようという、おすすめです。まず、日本とアメリカのね、商品の状態。Amazon でガイドラインありますけど、そのガイドライン通りね、納品してもガイドライン通り届いてるかどうかという問題があるということも含めてお話します。まず、これは eBay なんかでね、趣味のものの売買っていうのは Amazon よりも eBay の方がね、歴史が長いし取引数も多いんで、eBay の方が割といっぱい言葉とか使ってるんですけど、新品と一口で言ってもですね、この封印まで全部あると。ブランニューだ。箱だけ開けた。使ってませんと。いろいろあります。その他の新品というね、わけのわかんない文書もあります。で、また、この新品ね、の状態には合ってるけど、じゃあね、運ぶときに箱を落としちゃったらどうなんだと。中身は問題だけど、箱を落としたらどうなんだというようなことがあります。これは本当ケースバイケースでですね、箱を落としたときは中古になりますと。一言で言ってしまえば、日本人の感覚だとね、このニューシールド、封印があるものは封印が解いてないと。ブランニュー、まさにね、まっさらという以外は新品じゃないという感覚が多いです。ところが、海外じゃそんな厳格なこと言ったら新品なんてね、ほとんどなくなっちゃいます。ね、4000万のフェラーリだって納車の時にね、引っかき傷ぐらいあるのはよくある話です。そうなるとね、じゃあどっから新品でどっから中古なんだと。いうのがもう本当に難しいんですけど、これ難しいのはね、売る方ばかりじゃないと、買う方も難しいですね。状態を厳しく見てくれる日本人、ね、厳しく言ってる日本人が、ベリーグッドとかね、グッドって言った場合には、下手すると、アメリカの人がニューシールドとかブランニューって言ってるもんより、状態がいいということがザラにあります。なぜなら、ニューシールドとかブランニューでもですね、箱を落として、箱はめちゃくちゃっていうかね、へこんでるとか、破れてるとかいうのはね、自分のせいじゃなくて配達人が破ったから俺は知らんよというのがね、よくあります。そういうのもあるんで、商品状態については、ね、疑問に思ったら相談してください。で、基本的にはですね、無理に、新品でやるよりも、場合によってはね、中古にして、わかりやすく写真を載せた方が、早く売れるってこともありますし、売れた方のね、トラブルの、売れた後のトラブルになりにくいということもあります。そんなわけで、何しろ、新品以外中古で出すときは、ほとんど新品なんだよというのをわからすためにもですね、写真は必ず使うようにしてください。写真を使わないと結局ね、ある程度高額なものとか、細かい人が買うような商品は、どういう状態なんだという質問が来てね、文書でやり取りすると拉致が開かなかったり、やり取りが面倒だったり、結局やり取りしても買ってくれなかったりします。で、写真ならね、写真を見ろと、逆に言うとね、写真を見て買う買わないの判断は簡単なんで、余計な質問も来ない、売れやすいということになります。で、この写真の載せ方なんですけど、Amazon でね、ちょうど解説動画があったんで、そこからキャプチャーして、ちょっと説明させてもらいます。まず、使える写真は6枚。で、商品が出品したところに、こういうふうに載ります。で、中古ってとこを押すとですね、この出品者の写真見れるんで、かなり売りやすくなります。写真がないのと比べたら売りやすくなります。で、日本の画面でね、説明してますけど、この見ての通り、日本の画面、アメリカの画面、一緒です。で、ご丁寧にね、どういうのが NG とか、どういう写真を使えるとか、どういうサイズまで、10メガなんですけど、まで使えるとかね、どういう写真を載せるとかいうのも画像にありましたんで、ここに貼っておきます。で、実際にはね、迷った場合は、中古で売った方がいいのか、新品で売った方がいいのか、載せる写真はこれでいいのか、コメントはどうだというのをね、ご質問ください。個別にお答えします。これはもう中古の売り方とかね、ケースバイケースなんで、一括りにすると逆に、
間違えたノウハウになっちゃいますので、個別にご相談ください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。